はい、いらっしゃいませ。まかまかチャンネルです。ということで今日はですね、こちら日間賀島ですね。愛知県南知多町の日間賀島の名物であるタコをですね、漁をするところに同行させてもらえるということで、タコ漁、タコ壺漁ですかね、今日は行ってみたいと思います。まだねちょっと薄暗い5時前なんですけど、漁師さんとここで待ち合わせしてるんで、今から船に乗せてもらって行ってきます。行くよタコ漁。次から仕掛けてあるそうです。すごい、大体何坪ぐらいついてるんですか？45坪ぐらい。今は陶器ではないですか？これは素材は。あ、本当だ。プラスチックというか。あ、入ってる。出てきた、タコだ。すごい、すごい、炭も入ってる。あ、こっち入ってちょっと、ちょっと次出てきたら楽しみ。小壺一筋25年ということで、すごい。だいたい1回の量で何個ぐらいしか出る？あ、なるほど。1回ここで上げて、またそのまますぐ沈めていくということで、全然お手伝いしようにそうですよね、はい、出てきたタコを捕まえるぐらいにこうしたいと思いますこうやって取ってるタコが、ね、名古屋の僕たちのところに届いてると思うと、なんかすごいことですよね。やっぱ網で取るのと違って傷つきにくいですかね、タコは。あ、来た。あ、ほんと。あ、はい、そうですね。ここはどっか壊れて、はい、ここら辺これついてる。ほら来た。はい、タコです。日間賀島のカメあ、入れるよ。 OK? OK。 うわ、でかい。日間賀島はもともとずっとタコ壺漁が盛んなんですね。島ではどれぐらいいるんですか、タコ壺漁をやられてる方は。年間としてタコ壺漁をやられてる方が 7,8 隻船があるそうです。でも毎日こうやってタコが取れるんだから、よっぽどタコが多くな島なんでしょうね。しかしさっき泊まってたところすぐ目の前だよ。あ、大体わかるんですか？大体わかる。それ下げる前からお酒の数の壺が絡まらずなんと、ね、沈んでるのもまた不思議ですよね。何メーターぐらいあるんですか、ロープは。100メーターロープの仕掛け、ロープを流して何メーターに1個ずつこう壺がね沈む形になってますね。これは12メートルに1個。12メートルに1個、多分ね、そういう感覚とかね、仕掛けの長さとかにもこの日間賀島の漁師さんたちの知恵があるんじゃないかと思いますね。あ、来た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 、自分で入ってくる自分で入ってた。いい子でしたね、今のタコは。あ、来た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 、出てくるようにいるって。ほら来た、すごい。みんな自分で入ってくる面白い、上げてくる。
る間に出てきちゃいそうなもんなんだけどね。なかったのが嘘みたいに、タコいっぱいいるんだね、やっぱり今たちは。いないとか言ってすいませんでした。次は仕掛けてる。またあげます？今からまた、次は仕掛けます？うん、あげて仕掛けて。なるほど。このつぼ量すごいです。もう本当に。いや、面白い。こうやってタコって取られてるんですね、なんか。生で見ると全然違うことないですか、このゆるって出てくる瞬間とかも大好き。さあ、次は仕掛けていくみたいなんでやっていきましょう。そう、絶妙なタイミングで、はい、このロープが出てって、ここに行くんです。自分でこう、鶴岡さんが操船しながら、不思議なぐらいロープを絡まずにこう動きながら出てくるようなんですね。大体60坪ぐらいですね。本当でもこうやって一つずつ仕掛けをメンテナンスして、ね、こう丁寧な仕事がやっぱりさっきみたいなタコに結びつくんでしょうね。いやー感動ですね。でもこれはこれでまた明日までは、明日か明後日まで沈めとく。なんか1日か、なんか2日。あ、そうだと3日ぐらい。あ、3日。住処にするってことよ。タコツボ。ああやってやっぱり隠れれるスポットを見つけるとそこに入る癖があるの。身を守る。タコが自分の身を守るためにこういう狭いところに入る習性を利用した量ということで。あ、無防備。ね、確かにそうですね、柔らかいですもんね。何回見ても不思議ですね、この出てかないのとか、この中にタコ入ってゆるって出てくる瞬間とか。お、入ってる、いたよ。漁師さんはね、漁具がね、商売道具で一番ね、大事なんです。そういったところで、ね、愛を感じますね。いや、本当重労働だと思います。これで3ポイント目ですけど、毎回30、40個のこの壺を沈めて、引き上げて、沈めて、引き上げて、1個 4,5 キロあるんですよ、これ、すごい感謝して食べたいですね、ひまか島のタコ。はい、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。どうでしたでしょうか、タコツボ漁。いやー、僕はもう感動でしたね、本当に。あんなね、次から次にツボの中に、そして漁師さん、鈴川さんの丁寧なプロのお仕事、感動しました。こうやってね、大切にして、大切に取られたタコが僕たちのところにやってくるということで、最高でしたね。はい、ということで、またこういってな、こういったね、普通じゃ見れないような映像もまかまかチャンネルお送りしていきたいと思いますんで、
ぜひチャンネル登録して、また次回の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。